沙織。道半ばにして倒れし哀れな聖女よ、そなたの敵はまだ滅んでおらぬ。王座に危機が迫っている。さあ目覚めるのだ。私、沙織、沙織はどうなったの？かの傷ついた知恵はすでに旅立った。今はそなたの触れることかなわぬ場所で安らいている。そんな、嘆くことはない。そなたは力に目覚めた。使命をなすための力に。その力をもってすれば、犠牲となった全ての民をよみがえらせることもできる。そのためにそなたは探さねばならぬ。この悲しみに満ちた世界を救える者を、そして王座に導くのだ。それが友、そして世界を救う唯一の道となる。世界を救えるものを導く。大丈夫？うん、大丈夫だよ。ありがとう、陽子。そっか、私は。みんなを救うためにやらないといけないよね。太宰、何か勘違いしてるようだな。アツタ君、今度こそ悪魔と戦ってみせる。ヒーローにでもなったつもりか。うわっ、ミヤさん、僕の妹はお前をかばって悪魔にさらわれたんだ。落ち着いて、アツタ君。太宰君だってそのことは分かってる。ごめん、本当に俺のせいだと思う。だからこそ協力させてほしいんだ。でも、ミヤズがまだ生きてるかさえ。ミヤズちゃんは、きっと生きている。磯の神、まだ動かない方が。うん、もう大丈夫。ミヤズさんのこと、どうして生きてるってわかるの？聖女の力で、私はミヤズちゃんの親しい相手の鼓動を感じることができるの。そうか。なら早く助けに行こう。磯の神さん、あなたは。私も行かせて。すべきことがあるから。悪魔が使ったゲートがまだ残っている。そこから魔界へ行けるはず。急ごう。ここが魔界なの？赤くて不気味な廃墟のようね。前に見た魔界とは違う。注意していこう。
僕は早太郎と先に宮津を探しに行かせてもらおう。俺のせいだ。俺も探しに行くから。少年、周囲に生体反応を感知。連れ去られた生徒の可能性がある。なお、これよりベテルの情報に従い、この魔界をダートと呼称することにする。生命樹における銃のセフィラ、それとは異なる次元に隠されたセフィラにダートという呼び名がある。神の試練である隠されたセフィラ、ダート、それを見つけることは神の真意を知ることとされる。ダートと呼ばれることになったこの魔界で、試練を経て神の真意を君は知ることになるのかもしれない。友達が悪魔にさらわれちゃったんだ。あたしもさ、この辺りを探索しに来たとこなんだ。また一緒に行ってあげようか。いいか、油断するな。